水県駅での1521軽水県駅は、かつて、和歌山県和歌山市西浜にあった、南海電気鉄道和歌山高線の駅。2002年に廃駅となった。木材輸送を目的に、和歌山県が建設した和歌山高線の終点駅。1971年に南海の駅として開業したが、 輸送はすでにトラック輸送に切り替えられており、2002年に廃止されるまで一度も木材輸送貨物列車が走ることはなかった。旅客列車は和歌山市駅から和歌山港駅までは南波駅と直通する特急、急行を含め多数運転があるものの、当駅まで運転される列車は開業当初から和歌山市駅からの1日に往復しかなかった。このため南海の各駅にある 運賃表の水県駅の傍らには、水県駅は1日に列車です係員に、お尋ねくださいという注意書きが存在した。営業当時の当駅は一面一線のホームのみの無人駅。駅舎はなくトイレのない小屋が唯一の建物であった。当初の計画では、木材輸送を目的として設置された駅だったため、校内に荷役作業用の側線が設けられていた。この側線が、 南海岸川線で最後の活躍をしていた1201型を廃車解体するときに使われた。西側一帯は和歌山南港が広がる臨海地帯。和歌山港駅方面に進むと貯木場、和歌山市中央卸売市場がある。東側に目を転じると、県指定の史跡水検堤防が和歌山港方面へ約1 6キロメートル伸び、 この堤防に沿う形で線路が設置されていた。東側一帯は、田畑と宅地が広がっているが、ターミナルの和歌山市駅へは、並行する和歌山バスの便が良く、住民はもっぱらバスを利用していた。駅裏には、紀州徳川家十代藩主、徳川治豚からの別邸だった。庭園用水園をはじめ、景勝地として知られる西賀崎、和歌浦、新和歌浦などの観光地、 平症地等がある。廃止から3年が経過した、給水県駅の姿あたり駅の1日あたりの平均乗降人数は開業以来数人だったが、1日に往復という必要最小限の運行が続けられた。その後、和歌山港水県館にあった踏切の道路幅が狭く、住民から改良を求められたことを契機に廃止案が練られ、和歌山県議会の議決を得て廃止された。 2002年5月には、さよなら水県駅イベントが行われ、同年4月には、南波から水県まで1万系特急型電車による臨時特急が運転された。同年5月25日の営業最終日は、臨時列車が多数運転され、最終列車では乗務員への花束贈呈も行われた。和歌山県指定史跡、水県堤防の一室みの一部が、 和歌山県文化遺産化により、当駅跡地に移設復元され公開されることが決まり、2010年10月に移築工事が完了した南海電気鉄道和歌山高線、和歌山高駅水けに駅。ありがとうございます。